Bye.
しゃりませ。ありがとうございました。何やて？
しよう。Ah!
またどうぞ。カムロ署の谷村さんですね。どうして私に連絡を？取引。実は今、西島康子を俺が預かっている。警察にはまだ報告していない。あくまで俺が身柄を拘束している状態だ。なるほど。あんたが西島康子を使って柴田組の連中を殺すよう命じていたことは分かっている。もちろん25年前の事件のこともな。あんた、それで私にどうしろと？
俺は25年前の事件を追っている。事件を担当した谷村という刑事が死んだ理由、それが知りたい。もしかして息子さんですか、あの刑事さんの。あんたが取引に応じてくれれば冴島靖子の身柄は渡せ。どうだ、25年前の真相を俺に教えてくれないか。条件があります。条件？私としても刑事さんであるあなたに迂闊なことは話せない。それに電話ではあなたが冴島靖子の身柄を拘束しているという確認もできない。あなたが冴島靖子とつながっているという証拠を見せてください。分かった、1億持っていこう。それでどうだ？1億？ああ、あんたが靖子さんに要求した1億だ。その金が今俺の手元にある。安子さんが用意したものだ。取引の際その金を持っていく。俺に会うのはその金を確認してからで構わない。それでどうだ？1億ですか。一階の刑事さんがダミーとして集められる金額じゃない。いいでしょう、お会いしましょう。明日でどうだ？構いません。場所は？カムロ町ミレニアムタワーの前で17時。どうやら頭のいい方のようだ。一番人通りの多い場所と時間、公衆の面前なら襲われる危険も少ない。いいでしょう、5時、ミレニアムタワー前。先に使いの者に1億を確認させます。それでもいいですか？構わない。では明日。何？
お待たせしました。あんたが葛城？はい。ではそろそろ本題に入りましょう。谷村さん、あなたはお父さんの死の真相が知りたいと、そうおっしゃってましたね。ああ、そうだ。俺の親父の死、あれは25年前の上野義晴襲撃事件に関係しているんじゃないのか。私は回りくどい交渉は好きじゃありません。はっきり言いましょう。違います。違うだと？今さら何を言ってるんだ。俺は柴田が新井に殺された時現場にいたんだ。あんたと柴田が25年前の事件でつながっていたことは分かってる。親父はあの事件があんたと柴田の仕組んだものだということに気がつき、そのことが原因で殺されたんだ。そうだろ？確かに谷村さん、あなたのお父さんはあの襲撃事件に柴田、そして私が関係していたことは突き止めていました。25年前のあの事件は私と柴田が描いた絵です。私はあの日のあの時間、冴島大河が一人で襲撃に来ることを知っていた。ちょっと待て、確か25年前のあの事件、あんたは被害者の一人だったはずだ。どうして生き残ることができたんだ？だから知っていたと言ったでしょう。私は事前に冴島がどうやって襲撃してくるかも知っていた。防弾チョッキか。ま、そんなところです。私はあらかじめ備えをしていた。だから助かることができた。それまでです。つまりあんたは柴田と共謀し、自分の組織の幹部を抗争に見せかけて殺させる絵を描いた。自らが死ぬ可能性があるにもかかわらず。当時私は22歳、柴田さんは30歳。若い二人が縦割りの組織で成り上がるにはそうする必要があったんです。あんたは事件の後まんまと上野清和会の若頭に就任。柴田も登場会で直系へと昇格した。あんたたちの計画が成功したというわけか。ええ、まあそうなります。やけにあっさり話すんだな。もうあれから25年が経ちます。今この事実が警察に伝わったところで私が罪に問われることはない。確かにあんたの罪はもう時効だ。だが極道社会ではそれは通じないだろう。だからあんたは安子さんを使って柴田組の関係者を殺させ、新井に指示して柴田を殺した。そういうことか。まあそういうことですね。あくまで自分の犯行ではないというつもりか。まあいい、話を戻そう。25年前、俺の親父はなぜ殺される必要があった？その理由を教えてもらおう。あなたのお父さん谷村さんは25年前の事件の裏に私と柴田が動いていたことを突き止めた。だがその捜査の過程でもっと大きなものを発見してしまったんです。それは何なんだ？不正です。あなたのお父さんは事件の捜査をしていくうちに警察内部の不正の事実を知ってしまったんですよ。警察内部の不正だと？25年前の事件、あの事件は警察によって捜査されたものだったんです。冴島大河ではない、事件の真犯人を隠すためのね。真犯人だと？ええ、そうです。あの事件、冴島大河は襲撃を行った。でも真の犯人は別にもう一人いるんです。あんたが安子さんに知っていると言った真犯人ってのはそいつのことなんだな？あなたのお父さんはその真犯人の正体と
真犯人を知りながらもそれをもみ消した警察の不正を知ってしまった。だから殺されたんですよ。誰なんだ、親父を殺したやつってのは。その真犯人ってのは。こんな時間に外を歩いたのは久しぶりだ。おい答えろ、カツラギ。その前に取引です。冴島靖子さんの居場所を教えてもらいましょうか。何の真似です？この1億はくれてやる。だから安子さんのことは見逃してやってくれ。彼女は沖縄へ行った。冴島大河に会うためにな。何がおかしい。彼女の役目はもう終わったはずだ。もう手遅れなんですよ。冴島靖子もお前も。これはどういうことだ。さんは後で始末します。だがまずはあなただ。カツラギ、貴様、最後に教えてありますよ。25年前の事件、18人殺した真犯人、あれね。まだ話は終わってないぞ。ああそうだ、あのあなたが通っている故郷って店、あの店のご主人にもついでに消えてもらいますんで。なんだと。急いで行かないと殺されちゃいますよ。ご主人も可愛らしい中国人のお嬢さんもね。貴様、それじゃ。おい、俺の親父を殺したのもお前なのか。おい答えろ、カツラギ。さあどうだか。そこまでだ。杉内さん、てめえ早く行け。いつも入り浸ってる店の連中が危ないんだろ。はい。お前ら全員捜査一課でまとめて面倒見てやる。覚悟しろ。
Yeah!